韓国人メジャーリーガーのチュシンスが逆転のきっかけとなるクリオンヒットを放ち、連続試合出塁記録を更新した。チュシンスは31日米国にて行われたシアトルマリナーズ戦に2番指名打者で先発出場し、5打数1アンダ13新1得点を記録した。9試合連続マルチ出塁記録はストップしたが、 17試合連続出塁記録は更新した。主審数のシーズン打率は点261から点259となった。レンジャーズは9回裏に1点を許したが、76のリードを守りきり勝利を収めた。